どうも、お酒は私の手がまさやんです。こんばんは。今日2021年8月の5日でございます。新ストロングドライゼロ 9% 飲んでおります。第三国志 X120、 来週にも決算ということでございます。はい、模擬戦も終了し、最後ルロー軍との戦い、見ての通り5部隊ボコされていくという感じでございますが、あと猛角から、猛角納金最後作ってるんですが、猛角があと150万ぐらいでカンストということで、5部隊カンスト、はい、まあ、それぐらいやっとかないと。ほんとマサヨン雑魚すぎワロタ言われますから、はい、YouTuber としてのこの重圧、最低これぐらいやっとかないとマジやばいというとこでございます。でもこのシーズンは本当ね、リアル重視で動きましたし、まったりやらせてもらったなっていうところは正直なとこです。ありがとうございます。で、現在ね、4周年ですね、4周年祭がスタートしたということでございます。まあ、いろいろ来てます。前回とか出したリンペイ列陣ですね、いろんな対戦相手を探してまして、できればなんか左下右上のワイプみたいな顔が出てて、そういう対戦動画も作りたいな、まあ声だけでもいいんですけど、何人か名のある方というか馴染み深い方とね、一緒できたらいいかなと思っております。あとライブ配信でねゲリラ的に何回かやろうかなと思います。はい、まあライブ中にね一緒に対戦できてもいいのかなと思います。結構評判よくって、まあ、運要素もありながら、いろいろ戦略性みたいなところもありながらのゲームのようなんで、はい。ちょっとこれまだね、私触ってないんですよ。今日触ろうかなと思って。はい。ちょっとね、お楽しみ。で、今日の本題なんですけどね、本題。4周年のね、記念PV っていうのが公式からね公開されました。皆さん見ましたか？これ僕最初この PV 出たっていうのを、まあ、公式のツイートで見て5秒ぐらいかな見たんです。最初で、あ、またかと、またこんな感じかと。というのもそんなにクオリティとかさ、第三国志の YouTube に上がってる高くないし、まあ、第三国志株式会社とかいろいろ批判食らったね、なんか限界なき新人シリーズでしたっけ、まあ、ああいうコンセプトの意味不明な動画とかも多数あって、今までそんなにねなんか感じるものはなかったんですよ。で、今回もそうなんだろうなっていう、最初の5秒10秒ぐらい見て、でも見なかったんですよ。見なかったんですけど、なんかツイッターの方でなんか感動したとか、いや今まで一番いい動画だっていうのを何人かおっしゃられてて、ああそうなんだと思って昨日見たんですよ。うん、いや確かに今までで、ね、一番いい PV だったかなと正直思いました。ゲームの内容だったり、今までのように突飛もないね内容ではなく、そのまあ第三国志の、まあ、まあ本質って言ったらあれだけど、まあ、リアルとの兼ね合いっていうか、まあ、3人の主人公が出てくるんですけども、リアルと重ね合わせたストーリーみたいなのが、まあ、展開してまして、でネタバレになるんでね、見てない人はいらっしゃると思う言いませんけど、まあ概要欄に、ね、貼っとくんでぜひ見てください。まあ、3人いらっしゃって、まあ1人目がなんかほんといろんなその第三国志通じて、まあ、いろんな嫌なこともあったけども、すごい出会った仲間とか経験が生きてるみたいっていうのと、2人目の人は、僕は一番ちょっとこれは
共感というかまさにそういう場に僕も居合わせたんですけども、まあ、オフ会みたいな、まあ、ストーリー上では2人の男性がちょっと会いましょうみたいなということで居酒屋で飲む動画と語り合う動画、そして3つ目が現実世界と、おそらく女性なんですけど現実世界がなんかうまくいってないのか分かんないですけど、現実逃避してる人がこの第三国志の中で多分名手されてるのかな、みんなから名手交渉やるぜみたいなわーって来てて、その中でそのまた別の生きる自分、別の世界で生きる自分みたいな形のテーマのものなんです。これはね、あんまり詳しく言ったらネタバレになるっていう動画で見ていただければと思いますが、まあ本当そこかなと思うんです。今第三国志のゲームをやってます、ガチャ爆死この野郎と、もうイベントつまんねえ、ね、大連合つまんねえ、ゲームつまんねえみたいな、でもやってる人って結構いて、今じゃあそれ何のかって言ったら気の合う仲間と一緒に第三国志というゲームができると、これに尽きるんですよ絶対。4周年ということで私も4年間プレイしてるわけでございますけども、まあ、その中 YouTube もやってるわけでございますが、リアルないろんな出会いとか、また今ねこうやってライブ配信とか、まあ、この動画を通じた出会いなければもうとっくにやめてるような気がする。第三国志とっくにやめてる気がする。まず一つ目のその経験という意味、まあ、その僕もいろいろ YouTube やらせてもらって、また第三国志というか外交とか名士とかいろいろやって、リアルとは違ったその問題とかたくさん出てくるし、自分自身間違いを犯してその時に批判とかね非難を浴びたり、またそれを重ねながら、ほんとこの4年間で第三国志のゲームプレイングももちろんね上手くなったと思いますけど、それ以上にねなんか人としてというか、まあ、経験の中でほんと学んだことっていうのめちゃくちゃあったなと思います。それが必ず自分のプラスになっていることが多いなというのは、で2つ目、これは動画、その PV ならって言ってるんですけども、出会いね、リアルの出会い、まあ、最初の公式オフの第1回の公式オフ会とか、忘年会とか、まあ、公式の出会いもあったし、最初の落葉でを取った仲間と大阪でのオフ会もあって、ね、ずっとその後定期的にやってて出たり、あとは僕 YouTube やらせてもらってて、いろんなねところに呼ばれたり、また僕広島おった時に、差し飲み、第三国志だったのに差し飲み、したり、最近もだったけどその同じ YouTuber、ね、第三国志 YouTuber の人と飲んだりして、いやーすっげえ人も僕も会って、第三国志プレイしてる方と、まあ、いろんな仕事の方、職種の方いらっしゃると思うんですけども、と経営者の方だったり、専門的な分野ですごい活躍されている方々も結構いらっしゃったりして、その中で第三国志だけじゃなくいろんなリアルに役立つ話、経験になるような、ね、お話もたくさんいただいたなっていうのもあるし、まあ、単純になんかもう酒を飲む、僕あんな仕事パートナーの人と一緒に酒飲むとあんまり好きじゃないんですよ。仕事の話になるから、愚痴になるから、そういうのを抜きでさ、なんかもう何も考えず純粋に楽しく飲める、その一つのゲームを通じてねっていうのがめちゃくちゃ楽しいわけよ。本当に楽しい。もう時間を忘れて、いつも朝までコースでワイワイガヤガヤやってたんだけど、本当にその出会いに感謝というところでございま
そしてもう一つが、まあ、もう一つの自分っていうか、まあ、ゲームの中、リアルってさ、まあ、なんか、リアルではさ、なかなかこう、目立てなかったり、人をまとめるね、ポジションに入れなかったり、まあ、それがゲームの中でできることってあるんですよ。自分の、もう一人の自分っていう言い方はおかしいかもしれないけども、うん、まあ自分が名手となったりさ、いきなりじゃあリアルで社長になりますってできないじゃない。まあ、会社を建てようと思えば建てるかもしれないけど、まあ、無理じゃないですか。リーダーはできないね。会社のリーダーになろうと、チームのリーダーになるっていう。でも、このゲーム、こういうゲーム、まあ、ストレテジーとか、まあ、やろうと思えばできるし、まあそこでもちろん経験なければうまくいかないことはたくさんあるんだけども、その中で得れるものっていうのは、めちゃくちゃあるし、そこで何かしらヒーローに工場1位取ったとかね、副君1位取ったとか、戦争勝った落葉を取ったとかね、まあ、YouTuber 僕も一緒ですよ。こんなリアル普通にね、まあ、センサーみたいなないわけよ、リアルないよね、当たり前だけど、いつも見てますとかないわけよ、言ってもないけど、リアルほとんど。でもこの世界に入ると僕はもう第三国士 YouTuber マサヤな位置に入れるわけで、全然この現実とは違う。現実ではまあ一番下っ端みたいな、まあ、転職したけど一番下っ端のところで働いてるわけでございますけど、ここに来たらあの YouTuber マサヤだという全然違う自分がまあ演じれるというか、そこに入れるっていう、それもゲームならではかなと思います。ここ昨今ネット社会って言われててね、そういう技術が発達して、昔ね、例えばファミコン、僕が最初ゲームしたのは火の鳥かな、火の鳥ゲームしてて友達なんかできんね、それは近所とか学校の同級生とかねで一緒に、まあ、楽しむことができるかもしれない。新たな出会いっていうのはないわけ。まあ高校とかになったら街に出たんで、アーケード、いわゆるゲーセンとかね、まあ、そういう出会いは、まあ、少しあったような気がしないでもないけど、こうやってネット社会で、もちろん今、誹謗中傷とか、まあ、オリンピック選手に対していろいろあったけど、そういう問題ももちろんたくさんあるんだけど、いい面もね、すごいたくさんあるので、その点見たときに、なんか共感できるっていうとこで、今回の PV が、ね、すごい良かったかなと思います。はい。これがあるから本当第三国志を続けていられるっていうことだったかなと思います。はい、ということでいよいよ今度はね、まあ、5年目に突入ということでございます。少しでも長くこのゲームが続いてもらえるようと思っておりますし、まだまだちょっとね盛り上がってほしいかなっていうところはあります。はい、ということで今日はねただおしゃべりとなってしまいましたけども、5年目突入しますが、まさに X。よろしくお願いします。ということで、お酒を渡させてください。